では9番からいきます。読んでください。9:Accompany for to go with.、はい、じゃあ、Accompany は何という意味でしょう当番する。えっと、同伴するという意味ですけど、同行するという意味ですね。一緒に行くという意味です。 その次のバーブは何でしょう当時動詞ですね、はい、えっ、ー、とカンパニーの説明ですけど前の AC は AD が変わったもので AD は何々の方にで ADD になったら加えるという意味があります。カムがみんなという意味があり、カムが食べるパン。カンパニーというのがありますが、意味は何でしょう会社。そうですね。会社ですが、カムが一緒。パンが食べるパン。一緒にパンを食べる同僚という意味になり、 パンを食べるお金を稼いでくるところがカンパニー会社という意味になりますこの場合は AD の AC とカンパニーという意味が合わさって同行するという意味になりますではその後の意味の「to go with」えっ、ー、とパンなんでしょう一緒に行くそうですね一緒に行くことという意味です ここは行く。to は〜何々の方に。〜は〜何々と一緒に。だから誰かと一緒に行くのをアカンパニーと言います。例文にきます。読んでください。はい。I は何でしょう私は。そうですね。 じゃあアカンパニーは何でしょう同行するそうですね同行するヒンは彼そうですねアカンパニーヒン彼に同行するではトゥザドーはどういう意味でしょう、うん、分かりません本の方に門までって意味になりますそれで,で私は彼と同行しますその門までって意味になります 10番に行きます。はい、読んでください。accomplish of to succeed in doing。はい、そうですね。accomplish はどういう意味でしょう完遂する。完遂する。そうですね。成し遂げるという意味です。はい、この前の AC は AD で何々の方に追加する。 という意味です。カムは一緒にという意味で PL があフィールとかフルという単語の省略です。フルとかフィルはいっぱいになるという意味です。一緒にいっぱいにするという意味で成し遂げるという意味になってきます。じゃあその時のバーブは何でしょう王子はい。動詞ですね。えー、その後の Is in doing. はい、これは、succeed は何なんでしょう成功する。そうですね、成功するですね。よく聞く言葉に、success っていうのがありますけど、成功っていう意味です。この場合は、succeed、成功する。では、今な何でしょう中に。そうですね、中に。じゃあ、doing はすること。あ、そうです、することです。 それで、to succeed in doing という意味で、成功すること、することにっていうふうになります。じゃあ、その次、例文。We tried to settle the argument, but accomplished nothing. はい。じゃあ、we は何でしょう私たちは、はい。じゃあ、tried。試して。 うん、試す、そうですね試みるという、うん。試みるということとか、努力するとかになります。じゃあ、トゥーセットルは、うん、セットルは、制作する。うん、とこれは解決するという意味ですね。じゃあ、その時、ディアーギュメント。そうね、論争ですね。 えじゃあその次のバッ t バッ t はけれど。そうですね。けれど。しかし、そうですね。じゃあ、accomplish。な、うん、しとげる。そうですねえ。この場合は ED がついて、成し遂げましたになります。Nothing はなんでもない。そうですね。何もないって意味になります。これを前から読んでいくと 私たちはその論争を解決しようと努力した。しかし成し遂げたものは何もなかった。という意味になります。